いどうもお疲れ様です。お疲れ様です。いや前回ね何だったっけ、マイルチャンピオンシップ。マイルチャンピオンシップはねまさかのこの全滅ということだったんですけど、まあ皆さん言い訳あると思いますけども、思いっきりある。りょうさんよ、りょうさん、ナミュールを貫いておいてくれれば。当たってたね、当たってたね。あれは最終的にどうして全盛期のナミュールの状況じゃなかったのよね。赤松賞とチューリップ賞の走りで見せられてからずっとナミュール見てるから、もう終わったのかなみたいな。りょうさん、このままナミュールは次も追っかけていい馬なんでしょうかね。あんたちょっとわかんないな、はい、そうだよね、年齢のこと考えるとなって感じはあるよね。まあバドさんの方からね一応これ振り返りをちょっとやらせていただきましょうかね。バドさんお願いします。はい、出ましたね前回の結果、マイルチャンピオンシップ。まあちょっとね惜しくもみんな的中はできなかったけど、しょうがないわね。うん、まあ、こういうこともあります。まあ、あるでしょう。僕大事なのはこういうところでメンタルをいちいちやられててはいけないということですからね。いいな、そういうことですね、うん、そうだよね。あの毎週毎週来ますから、ええ、でもみんなすごいよね。あのそれぞれさ全く違う買い方をしてるじゃないですか、やっぱこう見ると、うん、ここがねやっぱアジフライの面白いところかなと僕思ってますんで、個性が出てますね。ね、個性が出るんで個性のある買い方をねやっぱそれぞれ貫いていってほしいなと思いますよ。バドさんありがとうございます。トータルいきますか。あ、出ました、ありがとうございます。あ、そういえばね言い忘れてたけど、今日11月24日なんですが、アジフライを解説してからね1ヶ月経ちました、ちょうど。おおめでとうございます。1ヶ月経ちました、早いですね。早いね、うん、まず1ヶ月ちょうど1ヶ月経ちました。今日アジとバドさんは今のところ、回収率 100% を超えさせていただきましたよ。で、モコマルさんはね当てたんで3連複2等賞、うんうんね、ここで、はい、もう一丁当てればというところですね。そうですね。で、かなり足を貯めている、秘密兵器のりょうさんですよ。秘密のまま終わらないようにねしないとね。りょうさん秘密兵器ですって、今んとこ秘密ですからね、ずっと秘密のままだからね。りょうさんどうですか、この3万1500円、まあ、投資してますけども。あ、すぐよ、すぐすぐだよね。りょうさんね無駄な買い方あんまりないんで、当たった時ドドドドッと一気に全部当たるんで。だからやっぱ俺推薦人だからさ、単勝キープしながら馬連馬単ってやるから当たる時全部当たるのよ。全取り、回収率がバンって上がる。そうだよね、そこもね楽しみの一つですよね。わかりました、はい。それではですね、りょうさんはおそらく当たった時はもう一気に回収率をまくるぞということでね、今回自信ありだと思うんで。あるね。ジャパンカップの改名、今回りょうさんから発表してもらっていいでしょうか。いいよ、まあ、調子乗って画面共有するね。お願いします。うん、来ました、 OK です。これね、俺のまあファクター5を1から10までちょっと並べてみて、まあ血統は動画でも言った通り主流血統とトニービンだけ点数をつけて、まあ、割引はちょっと6歳とかをつけてみてちょっと点数つけてみたのね。ファクターは上に書いてあるんだけど、まあ、関西馬であったり G1 馬であったり重賞勝ってたり、まあ、芝の 2400m で勝ってるかどうか、あと東北で勝ってるかどうか、うん、だからこれがこの間も言ったあのコース適性は俺見てるよっていう話で、うん、であとノーザンファームの生産馬と前走連帯してるかどうか、3歳か牝馬とか菊花賞とか天皇賞のファームの実績馬か内枠かって、これポイントちょっとまとめてこの点数出してみた、うん、俺的にね。俺は友達が作ってくれてさ、頭にまとまんなくってさ、もうそれであの点数制にすることにしてて、いいですよね、うん、これ点数ついてて分かりやすくて、分かりやすくて、うん、こう考えるともうここでほとんど倍ついてるんで、はい、もうここから下はちょっと勝てないかと思ってもうバッサリ切りました。本当だ。ということで僕の印なんですけど、リバティアイランドにしました。やっぱね、金量が1枠1番で内枠がとにかく強いから、川田くんなら前で勝負すると思うし、まあ対抗はイクイノックス入れないんだけど、競馬って絶対的に1番人気が絶対1番勝つとは言えなくて、ああもちろん勝手に師匠って呼んでる亀谷先生も、血統の方向性って一つではないんだっていう、でだから完璧じゃないのよ、うん、ずっと勝ってて連勝街道まっしぐらでも何かの弱点があるわけよ1個。だからアーモンドアイだって中山意外に苦手だったっていう、うん、でイクイノックスってこう感覚をすごい上げてレースしてたから、まあ、まだあの時は体ができてなかったのかもしれないけど、まあ大人になってねもうできたのかもしれないけど、中3周は危ないのよ。ああなるほど。北三ブラックもディープ兄弟だから、僕はちょっと1着で買うのは危険な香りはしてるのよね。で黒三角に一応ドゥです。もうこれはね本当戸崎くん頑張れ頑張れ戸崎頑張ってくれ。ここはでね本当はねこいつを切りたかったのよ、うん、あドゥデュースを、うん、もうね体がマイラー系になってるような、もう筋肉ぶっきぶきだから。だから俺が動画で言ってた58キロってのは確かに58キロ走ってるんだけど、24が持つかなと思って58キロで、だからちょっ
ょっと心配だったけど、2着ぐらいだったら武豊だったらあったんだけど、小崎かみたいな、もうだからもう当然頑張れ。なるほど、花粉症の時期になる前に頑張れそうだね。これが僕気に入ってる、まあ昔から好きな馬なんだけど、スターズアースで、これは母父米国型だから、トニーミも持ってるドゥラメンテだ、うん、で牝馬だから、ワンチャン前に行ってくれるんなら、1着無理でも 2,3 着ゾーンに入ってくれるんならいいかなと思って、うん、買い目です。はい、馬単で1から 2,3,5,17 に流します。で保険で 2,5 を持っておきます。で3連単はリバティアイランド1着固定で 2,5,17 です。これでイクイノックスを外した馬券を持ってます、うん、もし飛んだら僕は回収率で一発で曲がれます。本当だ、すごい。だからまあまあまあ、この辺が当たったとしても合計で5万ぐらいになるんで、一発で回収率はトップに立てる計算になってるんです。だ今回もう馬連とかワイドで買ってると回収率はもう本当、うん、点数もっと絞ってドカンといかなきゃいけないんで、だ今回もう単勝も買わずに、負けてるしね、2個に絞ろうと思って。なるほど、馬単と3連単か。もうその2点だけに絞ろうと思って、という感じにしていました。この買い目によって金額は変えてるわけですね。合計がまあ1万円。合計が、はい、1万円。はいはいはい、なるほど。りょうさんね、前回ドーデュースを切ったじゃないですか。あ、だから天皇賞秋ね。だけど今回は血統的には良い。なるほど。天皇賞秋はどっちかっていうと米国血統は来にくいレースな、はい、母父の。でも今回は逆にスピード勝負なのよね。そうか、だからマイラーっぽい馬でも俺は走れると思って、うん、だからスターズオンアース入れてるんだけど、前走ビクトリアマイルだから普通は買わないんだけど、うん、まあ、だから言った通り主流血統から買おうと思って、だからもうドゥラメンテしかねえなと思って。万が一ね、イクイノックスがない回目で当たった場合はもう一発逆転ですね。一発。もしイクイノックスが出遅れでもしたら俺にはチャンスだからね。そうですね。多分あのね、ウィン5も相当なことになりますよ。なる。ね、ありがとうございます、リオさん。はい、どうも。ではですね、じゃあモコマルさん、はい、行ってみましょうか。私はですね、こちらになりました。本命イクイノックス、対抗リバティアイランド、うん、で今回はですね、ちょっと謝罪しなければいけませんが、3連複二等軸は封印します。おら、なぜかと言いますと、ここが安すぎてさすがに無理だからです、うん、で、ここにも書いてあるんですけど、本命がですね、このホワイトボードに剣って一文字だけ書いて出そうと思ったんですけども、うん、おそらく、めちゃくちゃ怒られそうだなと思ったので伝達そうだなと思ったので、うん、それはさすがにやめました。なので今回ちょっと印はしっかり書きました。で黒三角がスターズオンアースで、白三角タイトルホルダーで、星で、ドーデュースというような形にしました、うん、はい。で、この根拠なんですけども、イクイノックスですね、まあ、イクイノックスは、まあ、前走のパフォーマンスは見て分かる通り、やっぱりもう世界一の馬だなと、まあ、もう証明済みかなと思うような、まあ、実力を出しましたし、まあ、その唯一の荒探しをするのであれば、先ほどおりょうさんが言ってたように、やっぱ関係が詰まったローテっていうのが、ここまで詰まったのが初めてなんですね。もともとはこう2歳の時は強弱体質で、中教師の木村先生曰く、なんか学校から帰ってきたら話を聞いてあげなきゃいけない子供みたいみたいなことを言ってたぐらい、それぐらい弱々しかったらしいんですけども、まあだいぶこの小判になって体ができてきたのかっていったところは、もうあるにせよ、やっぱりレコード勝ちの後のこの反動っていうのも、まあ、少しは考慮しなければいけないなとも思ったんですが、まあ2着を外すイメージはないなと、まあ軸としての意味での、まあ、本命としてイクイノックスを打たさせていただきました。でまあその中で勝つのであればどういうパターンなのかなっていうのを考えた時に、やっぱりその次に出てくるのがやっぱりリバティアイランドですね、うん、やっぱりこの筋量54キロっていうのは魅力ですし、2012年のジャパンカップの時もオルフェーブルという、まあ、当時ね凱旋門賞で2着取って、ものすごい強い馬いましたけども、まあ、その時三冠牝馬を取ったジェンティルドンナが本当にその時もピンクで両隣の枠だったんですけども、今回、まあ、まさにそれと逆というような感じで白い枠で2頭隣になるっていうような形だったんですけども、うん、まあ、その時もやっぱりその最後の瞬発力勝負で最後オルフェーブルはやっぱり負けてしまって、まあ、2着っていったところ もう前提もありますので、このイクイノックスという馬はやっぱり唯一倒せるのであればこの子かなということで、リバティアイランドを対抗にしました、うん、で黒三角スターズオンアースに関しましては、まあ、天皇賞秋本当は出走する予定だったんですけども、ちょっと爪を痛めてしまった関係でちょっと一頓挫あってといったところで、国内でまだ3着以外をこう外したことないですし、やっぱりこれ今回のこのコース舞台っていうのは合うと思うので、そういった意味での、まあ、3番手評価に
させていただきました。4番手で挙げたタイトルホルダーなんですけれども、タイトルホルダーってもともとこのあれかな、去年の宝塚記念でレコードを持ってるような馬なんですけども、今回タイトルホルダーには結構追い風なところがあるなと思ってるのがパンサーラストの存在でして、この馬はスローペースでマイペースでこう逃げるよりも、本当だったら普通の馬であればやっぱり潰れちゃうところを潰れず押し切れるっていうのがこのタイトルホルダーの最大の武器だと思っています。どうしてもね、やっぱりそのパンサーラストのペースってなかなかついていくのって勇気がいるので、やっぱこうリバティアイランドだったりクイノックスにしてもそこまで競りかけないんじゃないかなと個人的にはやっぱり思っております。そういった中でそのパンサーラストをある程度 2,3 馬身差後ろでついていって、こう速いペースで後続に足を使わせて足がなかなかたまらずそのまま押し切るというようなところがあっても何でおかしくないのかなといったところでタイトルホルダーを、まあ、その次に挙げました。で最後星マークドーデュースですね、まあ、これはもう能力が全開であれば、まあ去年のダービーの時点ではイクイノックスにこの舞台で勝ってるわけですし、ぶっちゃけその僕も見てる感じ2400を走るっていうよりかはどちらかというと本当にマイラーみたいな体型ガッチガチになってきてるなっていうふうに思うので、まあ、正直あんまり、まあ、そこまで大きく評価はしたくないんですけども、ただまあ一発あるなら前崩れでこの前はついてって失速しちゃいましたけど、一気に後方一気でこう来るようなケースもあるんじゃないかなといったところで星マークとさせていただきました。で、買い目なんですけども、まず馬連ですね。で、うん、馬連がイクイノックスを軸にしてます。と相手に3517でリバティアイランドを切った形で3.800円しております。でこれをなぜ買ったのかと言いますと、過去イクイノックスと、勝負した2番人気の対抗の馬、やっぱこのイクイノックスが強すぎてですね、結構潰れてしまうっていうケースがこう過去多くて、なかなか2着に来たことがないんですね。2番人気の馬が必ず3着以下になってしまっているとっていうのを考えると、今回僕はリバティアイランドは1着か3着であろうといったところを考えてこの買い目になりました。なので馬連では、リバティアイランドを除いたパターンでのこの3点、そしてこの3連単フォーメーションではイクイノックスがやっぱり負けるのであれば、やっぱこの天才を上回る怪物の可能性がリバティアイランドにやっぱり企業も含めて残されてますので、3連単フォーメーションですね、リバティアイランドを頭固定にして2着固定に、イクイノックスで、3着にタイトルホルダーとドーデュース、そしてスターズオンアースを入れた、3点で計6点で4800円でいこうかなと思いました。以上です。確かに3連複2等軸ってなってくると、とてもじゃないけど買えないですね。ちょっとさっきの時点でオッズ見た段階でも、もうほぼほぼプラスにはできなかったので、ちょっと今回は申し訳ないですけどっていうような形で苦渋の決断でした。でもさすがですね、その3連複二等軸をじゃない買い目だったとしても、うん、回収もできる、買い目を用意してくれてるからね、うん、そうですね、はい、ね、まあ一応取り紙にはならない形にはなってますんで、本音を言うのであれば、はい、イクイノックスとリバティアイランドの応援馬券を買ってキャーっていうレースでいいと思ってます、うん、僕は。なるほどなるほど、はい、まあまあそうでしょうね。では前回ね、このスマホ1台であのオッズの段差が出せるというね裏技をバトさん動画で出してもらいましたけども、はい、あれ早速今週ね皆さん使ってみたいって言ってましたけどもね、はい、皆さん使っていただきたいですね。ねえ、いい穴馬が使ったらぜひ自慢していただきたいですね。ね、バトさんのこれを使いましたって言ってほしいですね。ぜひ皆さん広めてください。ねえ、お願いします。よろしくお願いします、はい、というわけでオッズの断層マスターの、ね、バドさん、今回の解明を教えてください。はい、はい、来ました、はい、これがですね、今日の18時の段階なので、発売前直前ですね。結局、まあ、発売開始されてこの形に落ち着いていったので、この状態を見ててまず間違いないと思ってます、まずここに、まあ、大きな断層が出てるわけですけれども、1番人気が 2.14 の断層の上、2番人気が 5.07 の断層の上ということで、ここが連続断層になっていますと。ここをですね、まずゾーン1と呼ぶならば、ここにいるのがイクイノックスとリバティアイランドであると。次に注目すべきなのがこの6番人気7番人気の位置ですね。ここに2つ目の断層の連なったものができていると、 1.79、1.73 というふうに連なってるんですけど、すぐ上だけを見てるとちょっと不安なので、ちょっと広めにカバーしてこのゾーン2っていうところにいる馬たちっていうのがドーデュース、タイトルホルダー、ダノンベルーガというふうに見ます、うん、でもう一つ最後ですね、この10番人気あたりに出ている断層、ここのあたりが10番人気の位置と11番人気の位置に出ているのが2倍の断層と 1.87 の断層ということで、ここにも出ているということで、極論この形っていうのは1番人気、6番人気、10番人気みたいな決着の仕方もすることがあるグラフの形をしておりますと、まあ、3つ目のゾーン、ゾーン3にいる馬っていうのがディープボンド、ベラーズール、イレジンという感じになってますと。ここからですね、どういうふうに馬を取っていくかっていうところで、まあ、いろいろ考えてはいるんですけど、中
注意印を打ってるのがイクイノックスとリバティアイランドとディープボンドということになりました。で今回はこのレースの全体感ですけど、まずタイトルホルダーとパンサラッサ、まあ、特にパンサラッサがいるので、まあ、通年のジャパンカップよりは前半のペースは速いというふうに決め打ちます。でイメージ的には2020年の奇跡がいた時のジャパンカップの形で、まあ、アーモンドアイが勝って結局1番人気2番人気3番人気で決着するというレースになっちゃったわけですけれども、まあ、そんなようなレースに、今年もなるのかなというふうには見ています。でイクイノックスからですけど、前走レコード勝ちしていて中3周ということで、まあ、皆さんご心配されることかと思いますが、僕は心配してなくて、まあ、ストレスとか疲労っていうのはその馬にとっての限界値に対してどれだけ前走で頑張ってしまったか、持っているエネルギーをどれだけ使ったかということで反動が出るというふうに思っています。なので、まあ、あのレースを見ているとですね、あの馬が普通に走ったらレコード出ちゃいましたぐらいのように見えているので、まあ、僕はもう怪物認定していて、今回も問題なく走れてしまうのではないかというふうに見ています。で、まあ、次リバティアイランドですね。でこちらも秋華賞で、優秀な成績を収めてきた馬が、まあ、ジャパンカップに来るっていうローテっていうのは良くて、今回のリバティとイクイの戦いっていうのは2012年のですねオルフェとジェンティルの戦いを彷彿とさせるんでしょうけれども、まあ、私もですねそんな名勝負をですねまた見せていただきたいなというふうに切に願っておりますけれども、あの時のレースを振り返るとジェンティルドンナは、そのレース時460キロで筋量53キロを背負って筋量体重比 11.52% で、オルフェーブルは458キロで57キロを背負っているので筋量体重比的には 12.44% ということで、だいぶオルフェが不利だったんですよね。でこの差っていうのはあの接戦においてはでかい差だったことと思いますと。ただ今回イクイノックスとリバティアイランドがどうかっていうと、まあ、前走時の馬体重同士で比較するとですけど、まあ、イクイノックスの前走時の馬体重が494キロで今回58キロを背負うので筋量体重比は 11.74% で、リバティアイランドは前走時馬体重が476キロで今回54キロを背負うので筋量体重比は 11.34% ということで、ほぼ差がないのでジェンティルドンナのようなアドバンテージはもらえていないというふうに僕は評価しています。次にですね、ピックアップしたのはドーデュースなんですけれども、今回のこのレースの最後の切れ味勝負みたいな感じにならないだろうということを考えると、前走4着4番手で競馬できてたことは評価できるんですけど、まあ、その結果7着で、まあ、再びイクイノックスがメンバーにいるというレースとなると、まあ、同じような結果になるイメージがあって評価できなかったということになっているのと、まあ、他騎手が戻る予定が戸崎騎手継続騎乗ということになっているっていうのも若干こう陣営がごたついている印象で、まあ、ちょっとスムーズにここに駒を運べてないなというような印象もあって、まあ、ダブルでマイナス評価するというポイントになりました。でそんな中で、僕が評価したいのが2頭いまして、ディープボンドの方ですね。今回のレースで、まあ、最大のポイントと思っている馬がこの馬で、まあ、前走重馬場で後方から差して3着まで上がってこれているっていうのが評価できて、京都大賞典ですね、今回パンサラッサとタイトルホルダーが、まあ、後続を置いて逃げた場合、まあ、ディープボンドの前走の記憶が生きる可能性があると見ていて、特に今回前に行けたらかなり面白いとなるだろうというふうに見ていますと、まあ、7枠14番っていう外の方に入ってしまったんですけど、 1,2 番人気が内にいるのでその圧を受けないようなプレッシャーを受けないようなところでスムーズな競馬ができるんじゃないかなと思っているので、ディープボンドを黒三角というふうに取りたいなと思っています。で本当は切るつもりだったタイトルホルダーですね、内枠3番に入ってしまったので、うん、タイトルホルダーがイクイノックスとリバティアイランドの前にポンと出て外から思い切っていっているパンサラッサーから離れた2番手みたいな形で競馬ができていると、これもちょっとうるさい存在になりそうだなということで、この位置に入ってしまったからにはちょっとケアしなければならないだろうというふうに見ています。で印ですけれども、ゾーン1からはやっぱり両方取らざるを得ないと、イクイノックスとリバティアイランドで、黒三角にディープボンド、ここに入れる予定ではなかったんですけど、ここに入られてしまっては注意せざるを得ないということでタイトルホルダー、本当は3連単1点で行きたかったんですけど2点ということになりました。買い方、これ1800円、僕のいつもの予算をオッズがつくであろう14番の方で来ると高めになるので、これ均等買いをして900円ずつ買うことによって黒三角の14番、ディープボンドの方が来てくれた時に、大きな当たりとなると、けど、まあ、ケアをする意味で3番が来ても同じか当たるというような形で考えてみました。以上です。はい、なるほど、鬼絞りですね。鬼絞りですね。鬼絞りをしてレースを見るのを楽しむというものだと、割り切っております。やっぱり絞った方がいいと思ってる理由っていうのが、もともとこれ今回のねジャパンカップって9頭だったんですよね、出走登録が。多分 JRA がお声掛けをして出てくれないかっていう風になって21頭の登録になったわけですけど、最終で最初の9頭から僕は馬券圏内3頭は出ると思ってます。
で、その9頭っていうのがイクイノックス、ベラーズール、湘南バシット、タイトルホルダー、ディープボンド、ドーデュース、リバティアイランドの7頭が日本の馬で、イレジンとコンティニアス。コンティニアスは出なくなりましたけど、もともと出たいと言ってた馬の中から8頭しかここにいないと。そうでしょうね。まあ1番人気2番人気のこの2頭には、まあ、2012年のような激戦を我々に見せてほしいなと、うん、願う次第でございます。そうですよね。ジャパンカップってそういうレースですもんね。うん、バドさん的には今回はパンサラッサとかどう見てるのかなと。もうパンサラッサの大逃げだと思ってます。矢作先生ももう思い切っていくとおっしゃってますし、2020年の奇跡がもう一回見れるかなっていうふうにまで思ってます。だからでも馬券には入れなかった。ハイペース、そうですね、持たないだろうという僕の評価です。あ、なるほどね、はい、奇跡のイメージですね。パン君が逃げて番手に大穂君がついてくって感じか。そうでしょうね。そういうイメージを持ってますね。なるほど、まあ、なんですけど、まあ、その2020年もやっぱりその先行差しで決まってるので、うん、やっぱり前半分にいないとダメだっていう風なイメージは持ってて、まあ、ですので本当にね、内枠に入っている以上イクイノックスとリバティアイランドには出遅れないでほしいという風に祈りたいところですけど。2頭は出遅れたらえらいことになるぞ。悲鳴が上がるでしょうね、これは。悲鳴上がるよ。ちなみにこれイクイノックスとリバティアイランドの出遅れ率とかってあるんですか？あ、どうだ、うん、出遅れてる。ちょっと待ってね、ここ見てなかったよ。でもね、リバティアイランドは出遅れ率 33% ある。結構あるな。で、イクイノックスに関しては、あ、イクイノックスはゼロです。あ、ゼロか。優秀だな。うん、やっぱ世界一の馬ですから。時代ですからね。そうだね。時代でも、うん、どっちが出遅れるかって言ったら、はい、リバティなのよ。先入れだから。ああ、そうか、普通から多分俺とヤス君の悲鳴が上がる。何かしら悲鳴は上がるでしょうね。バードさん、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、これは非常に乗りやすいんじゃないでしょうか。ではですね、私アジのとっておきの回目を披露したいと思います。今回なんですけども、ワークレンだけで行かせていただきます。一位がないやつ。はい、ワークレン皆さん忘れてますよ、こういう時こそ。いや、忘れとるな。3連単3連服だけじゃないからね。単勝でイクイノックス買ってもなとか、リバティ単勝で買ってもなっていう方ですよ。もうおすすめなのもワークレンしかないと思ってます、僕は。おー、すごい。で、ちょうどいいじゃん、このリバティとイクイノックスが1枠に入ってくれたんで、ここ軸です。あとはずらっと一回全ってやるんですよね。全した時に800円になるんで、800円の配当に達しないところを切るんですね。そうすると8枠と1枠、うん、これが結構売れとったんですよね、1を軸にした場合ね。あ、スターズオンアースか。そう、スターズオンアースが枠連で結構売れとるんですよ。でも僕はしめしめと思ったのは、タイトルホルダーとかボーデュースとかこの枠って結構つくんですよ。確かに、うん、ラッキーと思って。1、2着が川田、ルメール、まあ、スターズオンアースさえ来なければ当たるという回目ですよ。まあ、何が来てもね。あのね、1着に川田ルメールのどっちか来ればいいでしょ、1、2着に。あとは誰が来ても当たるんだから、はい、まあ8枠の3とはダメですけど来ちゃう。でもそこが来る確率と来ない確率で考えたら、5個の枠が相手なんで5点っていうことになるんで、100円で買えば500円で済みますし、僕は500円を入れようと思ってます。なんで 5×5 で合計2500円と。これ最高何倍まである感じなんですか。見ましょうか。今の段階で言うと20枠ぐらいついてる。1枠と7枠で決まった場合、僕500円持ってるんで1万2000円です。おー、すげえ。すごいでしょ。一番安いのがやっぱり1枠と3枠になりますね。あー、どうです。どうです。ただ500円持ってるんで4000円は回収できます。あ、なるほど。ガミらない。はい、ガミらないですよね。意外とつくのは枠れん。いや、これね、もこまさんいいとこ気づいたね。意外とつくんだなっていうのは、うん、世の中が気づいてないってことなんです。確かに今回枠というよりかは、うん、個体の馬が目立つから、うん、みんなそこから買っちゃうんでしょうね、うんうん、そういうこと。確かにそこが抜け目なんで、うん、でもですね、ナイさんね、この動画を公開したらこれオッズ破壊が起こりますよ、うん、あるね、オッズが崩壊する可能性もありますね、このアジフライのせいで。これ結構乗りやすいんじゃない、うん、乗りやすいと思うよ。だって500円でいいんだもん。確率としては当たりやすいよ。で、このまま行くと枠連しか脳がないみたいになっちゃって嫌なんで、回目は増やさないんですけど、皆さんにもう1点有益情報を教えようかと思います。お、実はですね、皆さん、マイルチャンピオン、それからエリザベス、天皇賞、菊花賞、秋華賞、スプリンターズステークスと今6回 G1 終わったんですよ、後半。はい、
これね、実はここに書いてあるんですけど、まさか、カスピー人のジョッキーが着内に入ってきた回数が9回あるんですよ。いいね。うお要するに川だとルメールなんだけど、9ですよ。先週もじゃあ誰か火星人だったのか。実はね、もうごめんなさい、先週は木星人、水星人、土星人で決まったんで、川が途切れたんですよ。ほう、だから荒れた。なるほど。水星人と土星人が共に3稼いでるんですね、うん、これ着内に入った回数ね、うん、で、うん、天王星人は2回入ってきてます、うん、で、うんうんうん、木星人はこれ藤岡康太くんで乗り換わりで稼いだ、はい、はい、そうで、後半の G1 は金星人と木星人がゼロだったのに康太くんが稼いじゃったおかげで、うん、なんと今のところ金星人が誰も着内に来ないというおことになってるんですよ。バドさん、金星人のバドさん、はい、ダメだなこれは、金星人ダメだなで、あんのよ誰よジョッキーで金星人、はい、じゃあ金星人誰なんだっていうことになりますよね今回、はい、ジャパンカップに騎乗する金星人、日本人で言うと、まあ、戸崎啓太騎手ですよね。あちゃーおーおーかー、それからミルコデムーロあ、はい、であと藤田奈々ちゃん、あ、この3人日本人で金星人なんですよ。まあごめんなさい、ミルコデムの日本人枠なんですけど日本人枠で言っちゃったけどごめんなさいね。で、外人いるじゃないですか、結構多いですね。で、皆さん外人の星人あまり知らないと思うんで、うん、教えますね。マーカンドさんとドイルさんとスターズオンアースのビッグさん、金星人なんですよ。あ、おー、なるほどスターズオンアース大丈夫ですかと。マジマジ。なるほど、だからピック切ってんのか、しかも。はい、切りました。安心の8枠切りましたよ、僕は。なるほど。はい、これ金星人2つ買ってるんだけど。はい、金星人はですね、岡亮さん、平場ではよう勝つんですよ。穴で来ます。なんだけど、大一番に弱いってこと。大一番に弱いんですよ。てくれ、まあ、僕はね、占いからね、まあ、競馬が知らなかったから、まあ、占い得意だったんで占いから入りましたけども、やっぱり占い一つ取ってもこんなに偏り出るんですよ。怖いな。怖いでしょ。で、火星人もこれ川田とルメールだけじゃなくて、未来くんとかも稼いどるんですよ。実はあの秋華賞で未来くん2着に来てたりするんですよね。そうだ、そう、いや川田ルメールだけでしょっていうことでもないんですよ。やっぱ火星人強えな。はい、で今回リバティアイランドとイクイノックスでしょ、火星人が。これ 1,2 着来たらここが11になるわけですよ。やばいな。で、そんなことあるかなって僕は思ってるんで、1枠を 1,1 で買ってないんですよね。これアジさん当たりそうだな。アジ君当たってさ、はい、これ3着に入るの。じゃあディープボンドじゃん。とどめにね、もう一つ言うと、先週の G1 で勝った星人って割と高確率でそのまま次週に降りてきてます。おー、なるほど、はい、なので先週は木星人、水星人、土星人でマイルチャンピオン決まったんで、もしかしたら木星人、水星人、土星人のジョッキーが入ってくる可能性があります。人は違うけど星人が同じってことですか。そう、おー、なので、コウタくんが木星人で降ろしてきたんで、もしかしたら和田さんのディープボンド木星人が降りる可能性もある、いや、あるな、マジで。そう、水星人はモレイラさん水星人なんで、ダノンベルーガももしかしたら穴で3着に来るかもしれない、いや全然来てもおかしくないですからね。おかしくないよね。いや、これアジ君また当たんじゃね。降りてくるとしたら和田さんかモレイラさん。いや、全然ある。ルメールか川田がここを10にして、で水星人か木星人が11増えると、そうするとモレイラさんかディープボンド和田さんで、金星人はかなり危険ということがデータで出ております。マジか、あれだよ、まさかのね、こんだけ競馬やってる3人がいてね、一番説得力があったら占いっていうね占い怖いでしょ。だから、いや、震えたよ。信じるか信じないかはあなた次第ですということですね、以上になります。でですね、今回、アジフライのね、視聴者さんにお知らせがあります。なんとですね、このジャパンカップの日ですね、アジフライで朝9時半からライブ配信します。何時間やるんでしょうか。6時間半ぐらいですね。でですね、今回もう一つちょっとアジフライの4人のメンバーで実はやろっかって言ってることがあってね、実はですね、 WIN5 こちらをですね、アジフライのメンバー4人の力を合わせて当てちゃおうぜという企画をやります。2億円取りましょう。2億円。まあ簡単に説明しますけども、 WIN5 目のジャパンカップですね、これはリバティアイランドとイクイノックスの2頭に固定します。で、固定するんだけども、前半の WIN1 から WIN4 ですね、ここを僕らメンバー4人で意見を持ち合いながら、 WIN1 は何頭にするか、 WIN2 は何頭にするか、みんなの予想からこうつまんでいって、最終的にマックスの上限が5万1200円、つまり512点までの上限で WIN4 をとにかく当てていこうという、買い目を
用意しようかなと思ってます。はい。なので、もしかしたらね、512点以下で決まるかもしれないし、うん、そこは当日になってみないと分かんないんですけども、とにかくアジフライの乗り打ちウィンファイブをやりたいと思ってますので、皆さんも視聴者の皆さんもね、ウィンファイブ当ててる方何人もいますから、おそらく、この週ウィンファイブ出ると思うんで、視聴者さんの中からもアジフライも我々もね、負けずにちょっとウィンファイブを挑戦したいかなと思ってますんで、きっと楽しいライブ配信になると思ってます。はい。朝9時半から最終レースのジャパンカップまで、盛りだくさんの内容でライブ配信やりますので、視聴者の皆さんぜひお越しください。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあね、皆さんチャンネル登録と高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、これからもね、応援よろしくお願いします。それではまたね。OK です。俺もう絶対あれだよ、パワタルメールのディープボンブだよ。ということはだよ、これ今んとこ確率高いのはバドさん当たるぞ。バドさん。いや、1点にすればよかったな。1点で。バドさん、2点でこれ当てたらすげえよ。かっけえかっけえ。多分、俺とヤス君の悲鳴が上がる。